ジョナヒル・フェルドスタインは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、脚本家、声優、コメディアン。カリフォルニア州ロサンゼルス出身のユダヤ系アメリカ人。兄のジョーダンは、マルーン5の元マネージャーであり、妹は、女優のビーニー・フェルドスタイン。母親は、一生デザイナー兼スタイリストで、父親は、コンサートツアー専門の税理士だった。両親とも、元々は、 ニューヨーク出身。サンタモニカにある高校を卒業後、ニューヨークのニュースクール大学で演技を学び、ブラックホワイトというバーで自作の一人芝居を演じていたところ、友人の父であるダスティン・ホフマンにオーディションを受けるよう勧められ、2004年にハッカビーズで映画デビューする。その後、スティーブ・カレルの出世作、40歳の動作だおや、アダム・サンドラー主演の もしも昨日が選べたらなどのコメディ映画へ出演して、キャリアを重ねていく。2007年には、武計画の名中難ノックトアップや、スーパーバッド童貞ウォーズなどのヒット作に立て続けに、出演。2011年の映画、マネーボールで、ブラッド・ピット演じるビリー・ビーンの若手の女子を演じ、その演技が評価され、第84回アカデミー賞助演団優勝に、ノミネートされた。 また、2013年の映画、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートでは、レオナルド・ディ・カプリを演じるジョーダン・ベルフォートの相棒を演じ、再びアカデミー助演男優勝にノミネートされた。いずれも受賞は果たせていない。近年では、コメディ映画以外でも、前述のマネーボールや、クエンティン・タランティーノ監督、脚本のジャンゴを繋がれざる者へ出演するなど、その演技の幅を広げている。 元々は脚本家志望でもあったことで、現在は脚本家としても活動している。そのうちの一つとして、チャニング・テータムと共演した21ジャンプストリートでも、主演の他に共同脚本としてクレジットされている。2018年にはミッド、ミッド 90S ミッド 90s で映画監督デビューを果たした。2011年に大幅に体重を減らしたことに、 関するインタビューで、それが、日本食によるものであること、また、太った未熟な青年のイメージを払拭し、コメディアンではなく、30歳を前に、シリアスな演技もできる、大人の俳優として見てほしいと答えている。主演は役名を、太字で表す。ありがとうございます。